はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は舞い上がれの次週予告ですね。12月19日から23日の第12週の5話分の予告を最速で紹介していきたいと思います。ちなみにですね、第12週は翼を休める島というタイトルになっています。リアルな時代背景が舞たちに甚大な影響を与えていくようです。ここからはネタバレを含みますので、その点だけご注意ください。それではよろしくお願いします。はい、そして航空学校編が終わったということで、再び桑原涼子さんが脚本を担当されるようです。丁寧な描写や個性豊かな登場人物などの桑原ワールドがまた再開しますので、非常に期待が持てそうですね。はい、それでは予告の方ですね。第56話は就職活動となっております。舞たちは仙台の航空学校の最終訓練課程と並行して、それぞれ航空会社への就職活動を始めるようですね。航空大学校では3つのキャンパスでフライトトレーニングが行われるわけですが、その最終工程、仙台フライト課程が描かれていくようです。面接で舞は緊張しつつも担当者に丁寧に自分の考えを答えるようです。なかなか採用されない日々が続く舞、しかしついに舞の携帯に非通知の電話が来るようですね。矢野に促されて慌てて電話に出る舞、それは博多エアラインの採用の内定の連絡だったようです。博多といえば、以前電話をもらったなにわバードマンの刈谷先輩も福岡出身ですね。舞と刈谷のエピソードも今後何か盛り込まれていくのでしょうか。はい、それでは第57話ですが、第57話は春との英断となっています。舞が航空学校を卒業した頃、リーマンショックの影響で浩太の工場の仕事は激減し、工場の経営は窮地に落ちているようです。時代は2009年2月頃を描かれていると思われますが、2008年9月に経営破綻したリーマンブラザーズの影響を受けた世界規模の金融危機、リーマンショックをドラマ中でもリアルに反映して描かれていくようです。そんな中、航空学校を卒業し東大阪に帰省した舞もリーマンショックの影響を受けて内定をもらった博多エアラインへの入社が1年延期となるようですね。一方、ハルトはリーマンショックを予想した投資家として注目を集め、ハルトのことを取り上げた雑誌の記事は舞たちを驚かすようです。リーマンショックで大損失を受けるハルトが描写されていると予想されている方が大半でしたが、私の動画にコメントをもらいました香里 N さんがこのような展開を見事に的中させて触れていましたね。はい、はい、予告に戻りますが、その雑誌に掲載されたハルトの写真を見つめる浩太の気持ちは複雑な様子のようです。このエピソードで桑原涼子さんは何を言いたかったのか、その真意に注目して見ていきたいと思います。はい、第58話は後藤に駆けつける舞となっています。博多エアラインへの入社が1年延期となった舞のもとに、祖母祥子が怪我をしたという知らせが入るようですね。その知らせを受けて舞は後藤へと向かうようです。舞が祥子の家に到着すると、見知らぬ親子が祥子の家に滞在しているようです。島の留学体験という企画の受け入れ先として、祥子は名乗りを上げ、都会からやってきたみちると朝日親子が滞在していたようですね。学校に馴染めない朝日の環境を変えようと、みちるは朝日を連れて後藤にやってきたようです。舞はおそらく朝日に
幼少の頃の自分を重ねて朝日を応援したくなるのではないでしょうか。そして朝日って女の子だったらですね、舞の幼少期を演じた浅田ハロさんがサプライズ出演されるのではと少し期待していますが、どうでしょうか。はい、第59話はたかしとの再会となっております。舞が五島に滞在中、たかしとの再会を果たすようですね。たかしとは手紙のやり取りはしていたようですが、再会するのは2年ぶりぐらいではないでしょうか。そして直近の描写では福井の漁港でアルバイトをしているというたかしからのハガキを舞が読んでいましたね。たかしはこれまで旅する中で経験してきた様々な出来事を舞に語って聞かせるようです。その一方で翔子の家に滞在している朝日に自分のことを重ね合わせる舞が描かれていきます。そんな中、朝日と一緒に縁側で快晴の青空を眺めていた舞が、青空には雲一つない、何もないと朝日に話しかけます。するとですね、その舞の一言に対して、昼間でも空には星があるのだと朝日は返答するようですね。朝日もまたユニークな子供のようですね。たかしのような詩人なのか、天文学者の卵なのか。桑原さんの脚本にはハルトやたかし、そらさんなどといった個性豊かな人物が登場するのも醍醐味の一つではないでしょうか。はい、それでは最後ですが、第60話は星空クラブとなっています。朝日との会話の中で、朝日は星が好きであることに舞は気づくようですね。舞は早速朝日のために星をよく見れる場所探しを開始するようです。舞は木戸といったのをもとに足を運ぶと、五島で最も星がよく見れる場所を尋ねるようです。そんな中、さくらが星空クラブという星好きの人の集まりが五島にあることを舞に教えてもらえるようですね。舞は朝日を星空クラブに参加させてみてはどうかと提案するようです。かつて舞がバラモン凧に魅了されパイロットを目指したように、朝日も天文学者かどうかは分かりませんが、やってみたいことが見つかるといいですね。はい、それではまとめますと、第12週では航空学校を卒業し博多エアラインに内定した舞が描かれていきます。そしてリアルな時代背景、リーマンショックの影響で高田の工場の経営が窮地に、舞の入社が1年延期となります。一方で春とはリーマンショックを予想した投資家として脚光を浴びます。そんな折、祖母翔子が怪我をしたことを知った舞は五島に向かいます。そこで舞は翔子の家に滞在するみちると朝日親子に出会います。舞は朝日に自分のことを重ね合わせ、星が好きそうな朝日に星空クラブに参加してはと提案するようですね。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。